長崎県平戸島の指示木崎による指示木は1915年以前の水路寿司での表記日本海軍が初めて建造した給油船で1919 19年にタラカンからの重油輸,輸送中に遭難沈没し多くの殉職者を出した明治末から日本海軍の重油輸,輸送は民間のタンカーが担っていたが第一次世界大戦開戦後は タンカーの不足が目立った。また88艦隊計画で大量の重油輸送が必要となると予想された。日本海軍では1914年2月に3000トン赤重油船を支給建造する必要があるという権威が艦西本部2部から出された。それによると、この頃の国内産の重油は主に鉄道を利用し、横須賀へ輸送しているだけだったが、 国内産で3万5000トンの供給も困難ではないと予想された。重油を鉄道輸送した場合は、年間1万トンから1万5000トンが限度であり、また引き込み線を敷き、ポンプなどを全て新設する必要もあった。一方、海上輸送の場合は、現在の受け入れ設備を拡充し、この一石で、年間重工会、約3万トンが輸送できる計画だった。 混合型が完成した場合の平時重油使用量は約2万5000トンが見込まれていたので国内産重油のみで全てを賄うことも可能という意見だった。また平時、戦時に関わらず海外からの重油輸入、戦時の進出根拠地への輸送にも活用できるとされた。軍令部からは戦時の使用を考え6000トン席に 関西本部3部からは1500トン積の提案もあったが、6000トン積は平時の仕様では大きく、1500トン積では平時でも小さすぎるとされ、当初の計画通りの3000トン積が適当とされた。またこの年に第一次世界大戦が起こり、戦時での民間船の徴用の困難さや、その改造に時間のかかることが痛感され、 海軍所有船の支給建造に動いた。1915年3月18日に製造の訓令がクレチンジュフに出され、予算は対象4年度から対象5年度の軍備、補充費から70万3000円が捻出された。設計はタンカー建造経験のある三菱造船が行い、クレ海軍交渉で建造された。軍艦構造というわけではなく艦型そのものは、 民間タンカーと違いはない。ただ、速力12ノットが指定され、ボイラーは、艦本指揮官4機を2室に収めた。また現代のタンカーとは違い、戦争が3つあり、デリックを3本設けて、物資も搭載できるようになっていた。同年5月21日、船名は、指示決まるを予定し、一旦は、そのように命名されたが、 帰港前の同年8月23日に鮮明を、四時期とし、11月26日に帰港した。翌1916年3月15日浸水、5月15日に、春工引き渡された。佐世保鎮守布石。同年6月から12月まで、秋田県土崎、新潟から横須賀、呉佐世保の、各軍港への重油輸送を行う予定となり、 6月は、計画通りに、土崎からクレー3007トン、佐世保へ2969トンの重油を輸送した。7月2日土崎に、入港の際、風や波に流され雑す。7月17日に救援を得て、リスし、マイズルで入居。その後9月末まで佐世保で入居し、修理を行った。10月から輸送を再開し、12月まで、 土崎からの重油輸送を行った。当期は、天候、お物川の推進、氷結などにより、土崎での重油積み込みは難しいため、翌1917年1月まで、修理などを行い、2月には、佐世保、魔皇館の軍需品輸送、3月も、人海へ、測量艇7隻など軍需品の輸送を行った。3月末に、土崎、 新潟からの重油輸送に戻り、新潟から佐世保へ2710トン、土崎から佐世保へ2998トン、横須賀へ3037トン、クレイ3080トンの重油を輸送した。この年の4月に、日本海軍は、ボルネオ島産の重油6万トンを、同年6月から21ヶ月間で購入することを決定し、本船は、その輸送に当たることになった。 第一回目は6月20日佐世保出港、ミリで重油3243トンを搭載し7月19日、佐世保に寄港した。以降は1918年8月に国内の輸送を行った以外、ほとんどボルネオからの石油輸入を行った。1919年にボルネオ島のタラカンから佐世保港へ重油を輸送中、8月9日のフィリピン東方海上から、 台風の降天に巻き込まれた。種ヶ島水道を航行する予定だったが進路を誤り8月15日午後0時55分頃に、種ヶ島南方の原座不老章付近で座礁し、浸水、波浪で自然と離章したが、機関運転不能のため、怒りを下ろして停船しようとした。だが、波浪のため秒差が切れ、船は浸水と打ち上げる波により、船首から沈没した。 沈没位置は、北緯30度18分、東経130度57分、釣り出瀬の北500メートル、海え図室の時計の停止時刻から、沈没時刻は1時35分頃と推定されている。この事故で、乗組員120名中、生存者は7人、死者15名、その他多くの乗組員は、行方不明となった。公文尾行に、 収録のアートクム戦指示機によると生存者は島に漂着した8名、乗員は、鹿見城13名、巡視官6名、下士卒98名、容認3名で、うち1名は病気入院中で乗船していなかった。その他に便乗者が1名いた。8月28日に、新玉祭りを行いその夜は、通夜、翌29日に、矢岳連平場で、 東伏見宮、伏見若宮林石のもとに、総上祭、その後に火、境海軍埋葬地に、埋葬、という次第で、海軍合同葬儀を行った。なお捜作救助には、佐世保から、被然と、第一艇帝隊、呉から、浅間、春風が参加、遅れて、救難船、猿橋丸も派遣された。また潜水調査のために渡正造が派遣されている。 破損の状況や付近の潮流などにより、船体の引き上げは困難と判断し、重要物件のみを引き上げて船体は廃棄とされた。船席はそのまま残り1920年4月1日に特務管席に編入、運送艦に類別され、2ヶ月後の6月1日に除籍された。船体は1920年9月20日に売却処分が決定。 1924年6月25日に管理権を放棄した。その後種ヶ島では夜釣りに出た漁師によって何百という電気を灯した軍艦の幽霊船が浅瀬であるところを通っていく様が何度も目撃されたという。ありがとうございます。